あのー、まずね、まあ、小学校とかの時とかもそうなんですけど女子がやら、あのー、なんかいじめられるとか、えっとあのー、弱いやつらがいじめられるみたいな番長グループにそれとまあ自,分自分に自分俺ねその前に大体いじめられてるみたいな感じでしかとされることが多かったんですよ。で小学校の時はねほんとね何回目だなに20回とかそんぐらいあったかな。あのー、長い時は 半年ぐらいとか短くても、まあ、1ヶ月とか3ヶ月ぐらいが結構あったんですよ無視されるみたいなで無視されてても別にね大丈夫あのそういうねなんかくだらないっていうかそういうなんかそのいじめとかするやつくだらないじゃないですかだからね俺自分がやられてるだけだったら別に何も言わないんですよ「<laughs> もういいよいいよ」みたいな逆に付き合いたくねえからねあの俺に触れないでくれるのがありがたいみたいな感じなんですよね あのでもなんか自分をいじめてくるとエスカレートしてその弱いやつとか頭が悪いみたいなおてめえらも頭悪いくせにねあのそいつの番長グループなんて頭悪いんですよいじめするぐらいだから。ねその頭が悪いとか運動神経が悪い人間を、ね、あの同級生をいじめるんですよね。でその同級生とか自分に言ってくるんですよいじめられたいじめられたって言って「ね、あのやられたんです」とか言ってさ「慶應君」とか言って。 で,で、女子たちも言ってくるんですよね。で、まあ、女子が言っとかないと動かないから俺、うんで。ぶっ飛ばしてほしいとか言ってさあのなんかすごい嫌だとか言って気持ち悪いとかその番長グループのことを言うんですよね。あので、まあ、仲いいさ、うん、今でも連絡取るようなお前占いやってメグちゃんって言うんですね。ど昨日おととぐらいも連絡かかってきたのなんか。 でちょっとなんかメールしたんですけど今はねちょっと太っちゃったんですよすごい顔が可愛かったんですけど太っちゃったんですよね今お母さんなんですけどなってなってんですけどなんかねあのー「涼津勘吉のかわいいあの子はなんか今太ってる」みたいなそういう歌ありますよねあのー、こちら葛飾区亀有公園前発出場って、まあのー、ジャンプの漫画があったんですそれの主題歌みたいな多分俺それその多分涼津勘吉俺にやってもらいたかったんだろうなみたいな感じで思,って思いながら。 うん、あのー、思ってたんですけどそのねあのー、めぐちゃんとかほかにもその稽古とかさ高瀬、ま、あの稽古っていうんですよねピアノの伴奏してた稽古とひろみってでけ、まあ、の1年生の時とかなんかそういう感じなんですよねなんかぶっ飛ばしてほしいみたいなさ「あのうん」みたいな,なんか言われたんだよなとか,なんか自分のそのなんていうの番長とかじゃないもう別に普通の。 ただ <coughs> 趣味が合うみたいな友達とかそういうふうになんか言われそうなんだとか言ってささ <laughs> ケイちゃんも僕もいじめられたとか言ってさ <laughs> そうなんだってさあのなんかケイ,ケイちゃんちょっとぶっ飛ばしてもらいたいよみたいな感じであの番長グループをでそういうのがね本当にね20回ぐらいあった小学校6年間でで